来た来た、なんか新キャラや、新キャラ、うん、金髪にマスク、ああなるほど、マスクはコロナ禍やからか、空気読んだなこのヤンキーは、おいおい空気読んでやがる、いじけた来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 た、名前来たぞ、名前、いじけた結果よう読むなこれ、いじけた、あ結果ね、ああなるほどね名前のセンスが相変わらずや、おこんな時間に一人か、すねてるだけよって、もういい加減にしろよ、名前のネーミングセンスがひどすぎるやん、あの制服金持ってそうだぜ、いや持ってない持ってない持ってない、あやけど、あ持ってるわ、訂正持ってます、よお姉さん一人、俺たちと遊ぼうぜ、おーなるほど、女ヤンキーはオレオレ系か、ナナちょっと、あナナちょっと裏で離さねー、あ、来た来た来た、例の人や、例の人っていうか、例の行動、事件です。駅裏の公園です。心素直さん、いい判断だ。これはいい判断です。こいつ、サスにチクりやがった。ほら、チクるわや、ほんま、こんなカツアゲしてよ。ほら、サスにチクりに決まっとるかな。てか、サツって言うな、警察って言え。この野郎、危ない。なんと、殴りかかれたんか、やんちゃなばいい子じゃの、誰や、一体誰や、また新キャラが登場、おーっと、誰いや誰だ、いや誰だこれ、これ誰、銀髪にぐるぐるメガネ、これ絶対見えてないね、これだな、おしゃれやぞ、ぐるぐるメガネってさ、こんばんは梅尾さん、梅尾さん、誰なんだこのまま、俺のバイクに向けぬけ、違法改造はいかんの、どれどれ、ババ勝手に触んじゃねえ、おおおなんか急になんかポケモンが始まったぞポケモンこれポケモンで合ってるのか、謎のばあさんが勝負を仕掛けてきた、おいしいじけた結果、おいいじけた結果がレベル14か、いけやんちゃなバイク、いじけた結果はやんちゃなバイクを繰り出した、謎のばあさんはヤバそう何度見てもおもろいわ、やばそうな工具を繰り出したって、もうやばそう、もううん、やばそうや、うん、フルアクセル、やんちゃなバイクのフルアクセル、ガンダラガンダラガンダラ、効果抜群だ、ほらほらだよな、全力でな、全力アクセルのな、あのバイクにほら負けるわい、え謎のおばあさんを倒した、おばあさんおばさん弱いよ、そしてこのバイクフリー素材ってか、ははやるね、やっとぜ、あーレベルアップやなこれでな、いじけた結果よくやったぞ、へへ、いじけた結果はレベルアップしたでしょ、おややんちゃなバイクの様子が、どうしたどうした、一体どうしたやんちゃなバイクは電動アシスト付き自転車に進化したって、おい質量保存の法則、おい物理人が黙ってないぞどうやったらそうなった、どういじった結果そうなったいじけた結果なんでだー、ほらなんでだやろ、こんなのこんなもん理解できるやつが誰がいんねん聞いたことがある、商店街 3OP の一人、3 オールダーピーポー、ふざけんなよ、これただいじってるだけやろ、バイク屋の梅、いや誰やねんバイク屋やんけ、ただのバイク屋やんけバイクもう名前いい加減にしろよ、これ結婚した人クソかわいそうやんけ、威勢がいいの若いのな、こんばんはタケさん、なんで知ってんねんおいなんで知っとるんやおい、げこいつはブドウ屋のたけただのぶどう屋ですね。はい。言い換えればただのぶどう屋ですね。はい。ぶどう、いや、そういうことけ。ぶどうだけに、ぶどう派、あ、なるほどね、ぶどう派か。ぶどう派の人のたけって話ね。おとなしくせいや、先輩たちが、恐れていた、元刑事。はは、元刑事ね。うん。なのにぶどう屋。
おいおい、今度なんかやべえやつ出てきたぞ。おい、スキンヘッドじゃねえ、ハゲや、ただのハゲや。この染め方じゃ髪がかわいそうだ。あんたの髪もかわいそうです。ひいや、こんばんは、松さん。誰やねん、誰やねん松って。ほんまマジでこの人顔広いな。おい、マジかよ。整えてやろう。ギャー、さささ散髪の松です。ただの散髪屋ですね。はい、ただの散髪屋でしたと。はい、さ、おい、やめろって言われるから、名前やめろって。散髪の松ってなんやねんつった。おかしいやろ、散髪の松ってなんやねん。おおおおおお、拗ねてるダキオさんが髪変わった、髪染め直したぞ。お、お疲れ様っす。お、いじけた結果も、なんと髪が黒色になっている。おー、いいぞいいぞ。俺は黒髪ロング大好きや。黒髪ロング。あ、髪はドルビ。はいはい、落ち着いてね。ムラムラルージュ、なんだと。あ、この二人捕まっちゃったんか。ワンチャン捕まっ、あーうわあか、あか、払いたい、払いで、払いで、払いで、あか、払いで、払いで、払いで、第一作目の伏線が来た。第一作目の伏線が来た。うわー、やばい。あか、あか、今日一番笑った。今日一番笑った、ガチで。やっぱ、やっぱ。何があった。二人とも下着姿や。ウェーブも、ルージュも二人とも下着姿や。自分のしたことがどんなことか、カメラの映像を見て振り返ってちょうだい。おい、二人ともなんか不機嫌そうな顔しとんの。絶対なんか、この二人絶対なんか言いそうやんな。なんか正義のためにしたことやから、なんか、こんなもん何が悪いんだとか言ってそうやけどな、正直言って。いや、はぁ、なんで私がこんな目にって、いや、ほら、ほうやろ。ほら、当たり前や。こんなもん、罪を犯してんだから。犯罪やぞ。少年行きやぞ。うわ、客観的に見ると、やりすぎかも。まあ、そりゃそうや。なんかあったらすぐやるとか、ちょっとありえへんぞ。ちゃんとな、見返してね、反省してください、ちゃんと。そう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 、よ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。反省、反省。力の使い方に気をつけよう。そうそうそう。よく考えてるじゃないか、本当に。いやー、ヤバソウさん、成長したね。成長した、成長した、本当に。これをね、もう二度と起こさないようにしよう。ね。本当に、すいませんでした。そらな、謝るしかないよ。ね。謝るのは素晴らしいことや。分かってくれたみたいね。どんな理由でも、暴力はダメよ。いや、優しすぎやろ。おい、おい、待て待て、優しすぎやろ。いやいや、待て待て、カビアドルミさん、ちょっと、もうちょっとね、うん、許すのはいいけど、もうちょっとさ、なんかない?親に連絡するとか、ね、その場で済ませちゃうけ?ね。はい、はいじゃねえ、つんだ。おう、ちゃんと反省してるのはいいんやぞ、そうそう。お、キラーン!おっと、おっと、おっと。ヤバソウは、素直に過ちを認めた。さあ、どう思う?どう思う?ちょっと不満そうな顔してるぞ。おい、ヤバソウさんは反省したぞ。ふむ、見事な、見事な体さばき。さすが私、惚れ惚れするわ。さすが。もうダメだ。もうダメだ。もうダメだ。この人ダメだ。もう手遅れ。この子もなかなかだけど、まだまだね。おい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 。やめ、やめ、やめ、おい、反省しろ、まず反省せ、な、犯罪よ、あなたやってること、犯罪よ、次に会う時が楽しみね。果たしてこの人は何を考えてるんだろうか、この人一体何を考えてるんだろうか、マジで、一体何考えてるの、この人。隣の人見て、いい動きね、とか言って、次が楽しみね、つけて、一切自分のことを、なんだ、さすが、うん。さすが、別名中二病。反省の機会をいただき、ありがとうございました。おい、ちょっと。分かってくれたみたいね。どんな理由でも、暴力はダメよ。だから、ちょっと待って。ダメ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 。ちょっと、さすがに、ちょっと、意味合いが違う、意味合いが違う。はい、はいじゃねえ、はいじゃねえ、はいじゃねえ。絶対入ってない、入ってない。これ、いいえ、いいえ。これ、いいえじゃない、いいえ、いいえ、いいえ。絶対いいえ、はいじゃないっつうの。
いい顔してる。いい顔してるけど、思ってること全然違う。ね。もうあなた同じ過ち繰り返すよ。今後。ね。絶対。暴力ダメとか思ってないよ、絶対。絶対暴力いいとか思ってる、絶対。反省してる、この人。貫き太鼓は深く反省した。絶対反省してない、この人。反省してるわけがない、この人が。この人が一切反省するわけがない。